皆さん、こんにちは。パリ五輪最終予選を兼ねたアンダー23アジアカップのグループ初戦で中国と対戦し、1-0で勝利した日本代表。前半17分に西尾龍也選手が相手選手に肘打ちを見舞い、一発退場となり苦しい状況になった中、好セーブを連発したゴールキーパー小久保レオ・ブライアンの活躍に、現在海外メディアからの称賛が相次いでいます。今回はその内容についてご紹介します。開始早々の前半8分、日本代表はミッドフィルダー松木玖生選手の左足ボレーで幸先よく先制しますが、同17分にボールのないところでの西尾選手のプレーにビデオアシスタントレフェリー VAR が介入。主審がオンフィールドレビューを実施した上で肘打ちをしたと判定されて、レッドカードが提示されてしまいます。そんな約75分の残り時間を数的不利で戦うことになった日本代表ですが、小久保選手が好セーブを連発してチームの窮地を救い、ポルトガルの名門ベンフィカのセカンドチームに所属していることから、ポルトガル紙アボラも小久保選手の活躍を報じ、アンダー23アジアカップの日本の勝利で注目される小久保との見出しがつけられた記事で、ベンフィカのゴールキーパーがピッチ上で最高の選手と評価される、ゴールキーパー小久保の素晴らしいパフォーマンスがなければ若き侍たちは失点をしていただろう、ロジャー・シュミット監督が率いるトップチームで練習をしているゴールキーパーは中国戦で計5つのセーブを見せたとし、若き守護神の活躍を伝えています。また対戦相手となった中国の母国大手メディアソウフは、日本は一人少なかったにもかかわらず、ピッチ上で日本が一人少なくなったことを全く感じなかった、一人少なくなったことで日本の攻撃は勢いが止まったが、日本の強さはそこにあったと試合後に速報。隣の韓国メディアニュース1は、日本代表は開始8分に松木玖生のゴールで先制したが、17分に西尾龍也が相手の顔に腕を当たり、映像で確認した後レッドカードとなっているとアンダー23日本代表が厳しい状況に陥ったことを伝えると、数的優位となった中国代表が攻め込んだが、ゴールキーパー小久保レオ・ブライアンの壁を壊せなかったと綴り、結局日本は数的不利を乗り越えてアンダー23アジアカップ初戦で中国を下したと締めくくり、同じく韓国メディアの STN スポーツは、早期退場でピンチ、一人退場でも日本は強かったとタイトルをつけた記事で、立ち上がりは圧倒的に日本が支配した、早いテンポで両サイドを攻略し中国の守備を崩したとし、西尾選手の退場後は中国が反撃に出たが、前半を1点リードで終えた日本は全体的に守備に重きを置いてゴールキーパーを中心に失点を許さず、中国は数的優位になったにもかかわらず最後まで日本のゴールをこじ開けられなかったと記し、ゴールキーパーを含めた守備の堅さを強調しています。そんな小久保選手の卓越したプレーには日本のファンやサポーターからも絶賛の声が続出。ネットでは、比べちゃいけないかもしれませんが、今日の小久保はフル代表のキーパーより頼もしかった、鈴木より小久保の肩がはるかにアジアカップ守護神にふさわしかったね、一つ分かったのは鈴木ザイオンより小久保レオ・ブライアンの肩が優秀だということ、小久保レオ・ブライアンが A 代表のゴールキーパーで決まりやない、 A 代表のキーパーも小久保がよくね、鈴木ザイオンより経験させるべきじゃねなどと、同じパリ五輪世代の鈴木ザイオン選手と比較する声が大勢を占め、森保ジャパンへの招集待望論も沸き起こっています。そんな小久保選手はこのチームのムードメーカーで、早生まれでメンバー入りしている最年長組ですが、誰彼構わずにフランクに接し、いわゆるいじり役といじられ役の両方になれる希少なタイプ、また気遣いもできる選手で、初招集の選手とか初めて顔を合わす選手が馴染みやすいようにと代表チームへ持ち込んだ人狼ゲームもすっかり恒例行事になっているといい、中国代表戦の3日前にも心理戦になるこのゲームに興じ大いに盛り上げたそうです。メンバーから外れた選手、試合に出られない選手の話をすることも多く、前日には馬場誠也もこの前3月の試合で
良いプレーをしていたけれど外れることになった。ミーティングではこれまで86人が呼ばれてきたという話もあったけれど、今大会に選ばれなかった63人のために戦いたいと思うと語っていました。そして中国戦後も先発ゴールキーパーとして素晴らしいパフォーマンスを称賛されると、すぐにベンチに回った他のゴールキーパー2人が出ても同じように良いプレーができるんでと強調し、ゴールキーパーグループとしてどんどん上に行けたらいいとさらりと嫌味なく言ってみせています。ナイジェリア人の父から受け継いだ長い手足を武器にしたセービングには早くから高い評価があった一方で、ユース年代では迂闊なミスが多いゴールキーパーという評価もあり、今の彼だけを知る人からは考えにくいですが、ピッチ外の振る舞いも大人とは言い難いものがあったそうで、逆にユース年代の国母選手を知る指導者は彼に会うとその立ち居振る舞いの成長ぶりに驚かされると言います。高校3年生でポルトガルの名門ベンフィカからオファーを受け投資した国母選手、言葉も通じない異国の地で孤独な挑戦を始めた経験がやんちゃな少年を人間的に大きく成長させたのは間違いないでしょう。ベンフィカではトップチームの試合になかなか絡めず、悔しい思いも溜めていますが、そうしたネガティブな空気感を持ち込むようなことも全くなく、この中国代表戦でも劣勢の展開になる中でひたすらポジティブな声掛けを続けています。そんな試合の中でのハイライトは後半開始直後のビッグセーブ、いきなりディフェンスラインの裏へと抜け出される最悪の形を作られ、判断の難しいシチュエーションになりましたが、うちの高志が選手のマークについていたので自分が出るか迷いました。でも高志が入れ替わられてしまって、その中で落ち着いてしっかり自分の持ち味である1対1の体を開くところのタイミングを待てて、シュートが手に当たってくれてよかったと思いますとクールに判断を変えて、左手一本のビッグセーブ、前半にヘディングシュートを横っ飛びで防いだ場面なども含め、要所での攻守でチームを救ってみせました。大柄な選手が多い中国に対してもイントと見られていたセットプレーでも守備の中心として機能。前日練習では1人減った10人での対応も、さまざまな選手が退場したバリエーションを交えてシミュレーションしており、いるのかなと思ったけどやっといてよかったと笑顔で振り返っています。セットプレーの守備を担当する浜さん、浜野誠也ゴールキーパーコーチ中心にやってきたことが出た。10人になることを想定しての練習は日本ならではの細やかさだと思う。ベンフィカだったらそんな細かいことはやらない、自分もそういうやり方に慣れちゃっていたけど、やっぱりこういう細かい準備が日本は素晴らしいなと思う。準備が実を結ぶ形での見事な完封勝利、そんな幾度となくピンチを救った国母選手の MVP 級の活躍もあり、初戦で勝ち点3を手にした日本代表は日本時間20日の0時30分グループリーグ第2戦目で UAE アラブ首長国連邦と対戦します。今後の戦いぶりにも期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。